ちは川瀬です。どうも川瀬です。今回は FIFA ワールドカップカタール2022公式試合級、このアルリフラーっていうのをね、やっていきたいと思います。この、アルリフラーは18,700円で、販売されています。アルリフラーっていうのはアラビア語で、旅という意味で、カタールの文化、建造物を連想させるデザインが使用されていて、伝統産業の、真珠のようなパール調の光沢がある商品素材になっています。2006年大会の、チームガイドから採用されたサーマルボンディングは、そのまま継続されているんですけど、前作のテルスターからパネル構造が変わっていて、大小、2種類20枚のパネルで、スピードシェルという名前のパネルが使われています。形が違いますね。そう、この扇状の大きいパネルが12枚で、この三角形、小さい三角形のパネルが8枚の計20枚で、構成されています。この三角形の部分、これなんて書いてるか分かりますか？フットボールアイエス。そう、これフットボールイズって書いてるんですけど、この英語、中国語、エスペラント語、アラビア語、フランス語、スペイン語っていう6言語でこう書かれていて、でこの意味はチームワーク、フェアプレー、コレクティブ、集団、レスポンシビリティ、責任とパッション、情熱、リスペクト、尊敬っていう6個の象徴が書かれています。この表皮素材も一新されて、前作まで細かい四角の凸エンボス加工だったのに対して、アルリフラは薄い網目状の凸エンボス加工と沈み彫りのリボスの2種類が採用されて、キックの正確性と飛行安定性の向上に加えて、カーブのかかりやすいボール性能が実現されているらしいです。逆にへこんでる部分が、これは初めてアディダスの公式球で採用されたあれになります。製法になります。買った感じどうですか？買った感じ、例えばこのミカサのアルムンドと比べて触ってみると、そうですね、表面が硬い。そう、クッション性はあまりない気がしますね。このアディダスの公式球って、この表面が硬くて張りがあるっていうのが特徴で、日本のミカサとかモルテンとかは若干表面がやわい、アディダスはそういう特徴があります。で、ちなみにこの今シーズンのチャンピオンズリーグで使用されている公式球は、このエンボス加工がこのデザインの星マーク、星がエンボス加工で、星の部分はツルツルしてて、この星じゃない部分が触ってみると分かるという、ザラザラして滑り止めみたいになってるっていう特徴があったんですけど、このアルリフラは全面ツルツル、滑り止めがない感じなんですけど、それはこの新しく採用されたエンボス加工だったり、ディボスがその役割を増してくれてるのかなというふうに思います。革の硬さは、近年のアディダスの公式球によくある硬めの素材で、ミカサのアルムンドとかに比べてだいぶ硬いかなというふうに思います。それが今のこの現代サッカーのスピードに対応しているというふうに書かれていました。実際に蹴っていこうと思います。よし、
したけど、どうでした？これワールドカップ屈指の飛行距離って書いてたんで、もしかしたら若干軽くなってるのか、まあ、飛びやすくなってる感じはしますね。まあ、あとこのテルスターに比べて、まあ、若干黒い部分あるじゃないですか、こうやってこれが、まあ、今回明るめな色になってるんで、まあ、視認性が良くて、まあ、速いスピードとか、まあ、スピードサッカーにおいて、まあ、非常に見やすいんじゃないかなというふうには思います。まあ、よくその年のワールドカップの公式球が、まあ、J リーグでも使われるので、うん、まあ、おそらくこれ、まあ、今年か、まあ、来年 J リーグの、まあ、公式球になると思うので、またこのパネル形状が全く同じものがまた数年デザインが変わって使われていくんじゃないかなというふうに思います。はい、はい、まあ、次回はこれ使ってフリーキックの練習とか、まあ、無回転とか縦回転が、まあ、どんな感じで変化するのかっていうのも、まあ、撮っていきたいと思うんで、今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。